うわ、かわいい。金縛りだもん。かっこいいこれ。実際ほぼほぼこれやん。さあ行こうか、ソタロくん。はい、ソタロくん。ソタロのアウトドアチャンネルのソタロくんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。斬新やろ、歩きながらオープニングなんて考えられんかもしれんけどまずカメラでこう撮ってもらうっていうの慣れてないんで緊張してます。あ、まだ見とらんやろ、あれやけかい。これね、言っとくけど干潮なぎ、はい、全部日が当たるんだっけ、向こうまで。テレビで見たことあります。ここが有明海やな。そう、あら、見えてきたこれ。はい、これがタナジブ。結構でかいっすね。あの網はひたすら下ろしてあげて、下ろしてあげて、あげるタイミングで魚がおるか、うなぎがおるか、スズキがおるか。スズキもおるらしくて、スズキ。お、それですか。あー、エツ。おー、エツだ。エツですね。へえ。スズキとかも入るかもしれない。入ると思いますよ。おお、初めてですよ、こういうスズキ取れたら。カメラ映ってるんですけど大丈夫ですか。あ、いいです、いいです。はい、この中に今から人が入るわけですよ、ここに。なんか秘密基地みたいですね。やろ。なんかさ、せっかくサガ来た時はサガっぽのことがね、あんまできてなくて申し訳ないけど、いやいや、一応サガ 100% だったけど、サガ 100%。 早速じゃあルール説明しましょうか。こいつは落とすわけよ。そんで一気に引き上げる。下から持ち上がってくときは四つ台みたいにね、水の中から上がってきちゃうわけだよ。この時逃げられるっけが、極力急いで全力で、そうそう、上がったらもう逃げられんけんが、そっから別にゆっくりで、はい、ってやつ。あ、取れる魚が乗ってるんですね。そう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 。うん、絶対この辺がメインになっていくかなっていうところだけど、はい、今潮が満ってきてくるけどね、そのタイミングで魚が泳いでくるのをタイミングよく上げる。あとは持ってるか持ってないか、上げる時にもう運ですよね。運よ、運よ。殺すよ。はい、網の下にさじめに折ったやつが気になるけど、俺はまあいいこの下敷きになったやつが。しかも色づけるこれ、やや斜めっとしちゃう。なんかすごい斜めってる。よし、これで待つ。あ、これで、ね、もう待ってあげるだけ。わ、はい、かりました。オイの大好物のね、坂じゃなくて道の駅のオイのおすすめ。こいつすごく美味しいんですけど、これ食べるんだったらあの、あったかいお茶が欲しいですね。もうあげようか。一発目どうしようか。オイがじゃあ見せようか、まず。一気に頑張らなきゃ。せーの、よいしょ、魚来い。まだまだまだ、どうだどうだ、開いた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 。あ、ぴょん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 。お、エビ多かったっけ。あ、今日まあまあエビぐらい。お、今のこの時点で来いか。で、これでこいつをここにエビが取る。おい、すごい降ってきたな、雨が。まあ悪くはなさそうだぞ。お、魚だとは。はい、ナイスキャッチ。おお、あら、まあね、かき揚げいっぱい分ぐらいできたからだっけ。うん、きれい。ね、これサザレとか言って、はい、これそこの道の駅でパックにベラ打ってやぎんた、こいつの奴隷を証拠さ。でベラ打ってやっても4キュッパがずっとギエちょっと高わけよ。これ2キッパまでいっとき大量に取れてることなんですよ。あだいたいスーパー見てから、あ、取れようなってはあの確認しようぞ、ちょくちょく。じゃあ、ソタロ君のターン。はい、で一気にね、でこれで一気に上げるんですよね。ぐって網の上がるまで。あ、今のような感じします。今ボコボコしようね。ボコボコしますね。行きますよ。うん、さあ、いった。どうだどうだどうなんだ。どうだどうだ、止め止め、魚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 止め、エビはぴょんぴょんしてる。おお、どうだどうだ、してるぞ結構。エビなのか水玉なのか分からない。どっちだどっちだどっちだ、どっちじゃないか。水玉やった。あ、水玉やったのか。あ、まあ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 、これ面白いっすね。何の入るか分からんと、うん、今日かき揚げ硬いな、これは。ちゃんと相当硬い。そう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 、あのソータロー君のオリジナリティを、うん、はい。カニも入ってる。カニも入ってる。ほんとちっこいカニが入ってるちっちゃ。時折ぴょんぴょんしよったの、ちっちゃかどろ。あ、はいね、いますね。こんくらいのね、大きい網のことやつ。網つけて言うけど、はい、ベラいっぱい押すと、そういうの。あ、そういえば狙ってイカゴとかが何とかそういったのを食いに食うわけさ。おお、でそういえば狙って今度魚の食いに食った。はいはい、それ連鎖の一番根っこになるこんくらいのエビ、はい、あいつが多分今ワイと。ああ、食物連鎖のこの一番下の捕食される側の生物ですよね。そうそうそう、これ期待できます。うん、あれ、これ負けしちゃダメなんですか、うん、そういうものではなくて負けのベロベロ食ってことじゃない。あ、もしかしてなんか魚が、うん、ピュンピュンしゅるピュンピュンしゅる、わかんないですよ、今適当なこと言いました。今だ今だどう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 だ、おお、エビは入ってる、エビ入ってる、エビ入ってるよ、エビ入ってる、エビ入ってる。だんだんね、こういうね、エビ減っていくさね。
こいつ大きい。だんだん減っていくつだね、こいつ。あ、網取ってみていいですか。ほら。どう取ったんすか。取れない、全然取れない。よっしゃ、入った。入りました。フグモから来て、こんなちっこいエビに食わされて、ちょっとたまらないのかな。いや、ご勘弁ください、これ。いや、面白いですよ。面白い、はい、絶対群馬じゃできないですから、この体験は。これね、なんか心で東京本郷としとったよ。岡山とかにもあるらしく。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。そしたらコメントの書いてあったのを見て、はい、と思って調べたき、もっとね、ハイテク、はい、確かボタンじゃなかったっけな。え、マジか。そういうことガラス張りで、ご飯食べながら待てるような。ポチッと押すとか巻くとか忘れたけど、揚げて取ってそれ持ち帰れるのよ。そろそろ食べれるような施設も確か併用されてたと思うけど、あの辺に来たかなって思うぐらい、おばちゃんが。あ、その辺にここにあるさ、揚げてこう置いてっけ。あ、そっかそっか。泡が出てるタイミングが遅いんだ。泡が出てるタイミングが遅いんだ。泡が出るであろうタイミングの、はい、5秒前ぐらい。わかりました、ちょっと待ってください。今あの全てイメージで話しています。すごい想像力豊かです。今だ今びっくりした。今だ今さあさあさあ、必死だ。もう体がすごい角度になっておる。あげるあげる。魚はいないけども、エビがおる。エビおる。いるいる。エビいる。エビいる。エビいる。いいじゃん。魚は取れなかったっすか。まあまあ、エビのでも毎回小石こずでも入ってきてるかよ。よし、じゃあ今度あげてみ。1問。あ、本当ですか。これで一発で投棄。1すごいから。うわ、すごいですね。さっきつけたっけが、まだ分かる。あ、分かりました。こいつで探索してきていい。あ、分かりました。多分ね、はいよ、いっちマジっすか。あ、ぷよぷよしとった、今。あ、取れる取れる。お、マジっすか。塩持ってくるよかったぐらい。ほら、わー、ちっちゃ。取れる取れる。結構取れてますね。ね、ジャブジャブってした。すごい、綺麗。ね、もう見えんぐらいの透明感。透明感すごかね。すごい、すごい透明よ。うんめちゃめちゃかわいさ。一緒買ってくる。はい、これあれですね、網付けしたら結構すぐ食べれるんですよね。すぐ食べれると思う。ああ、じゃあ買ってきましょう。あ、ね、ここ石すべき、危なくない。これだけっすもんね。うん、そんだけ。深さがどこらへんかわからんっていうぐらい。あ、上でピュンってした今。うん、追い込んで、あ、なるほど。とピュンピュンしたよ、ピュンピュンしたよ。あれ、あ、まあ、入った。ちょっと向こう遠征してきて。向こう遠征してきてよ。ちっちゃかったね。わあ、下から見めちゃめちゃあった。うわ、小石こうっても多分一口で終わるレベルよね、多分ね。エビ以外の魚みたいなのも入った。魚も入った。あ、いっぱい取れとんやん。こういうトビハゼ、ほらほら。トビハゼって言うんですか。うんうん、こいつは逃がしてあげようか、はいはい、これ取ったら向こうにもおるじゃない。いや、見たことないです。ほんと取れよ。取れよ。お、マジで。今このレベルじゃ取れんか。これだけあれはまあよかったかな。ソザロ君に食べてもらう分ぐらい。それ取ってきたやつ。あ、すごい、結構取れてるじゃないですか、うん、結構取れたと思うやろ。はい、うん、これで、あ、塩ハサミいるやつ。あ、ハサミのマーク。お、まさかハサミあるか。え、マジ戻った。ハサミじゃないんですけど、うん、あ、ちょっと待って。ナイフ。あ、いった。大丈夫。あ、いった。塩振って、はい、塩でもうまぶす。これも完成。へえ。そうで、まあ、はい、これでちょうどいい感じになって。ねえ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 、またなんか持って帰ようじゃん。水族館なんすよ、この中に。水族館。うん、棚地で取ったとは多分イカ塩じゃっす。ああ、へえ。取れたですか。あ、取れてない。水の中に何の入ってるんですか、バケツ。イカ。あ、おるおる、イカゴ、イカゴ。ほんとだ、イカゴだ。あー、ほんとだ。へー、あの、オキアミのゴだったの、いっぱい押して、網の。網がいっぱいいますね。うん、はい、網のいっぱい大きい、やっぱイカゴもやっぱ寄せられてきてるな。そうですね。それに寄せられてシーバスたちが来てくれると。ありがとうございました。ありがとうございました。狙いは魚ですね。そう。きたー。さあ、どうだ。さあ、どうだ。うわ、めちゃめちゃピチャピチャや、ほら。オキアミやん。ちょっと待って、ベラいっぽいよ、これ。
ベラいっぱいよ、オキアミは。今来た。オキアミぴょんぴょんしすぎて、オキアミすごいって。エビが減ってオキアミが増えた。魚取れました。今っすね。今なんだ。今っすね。オキアミすごいけどな。エビも減ってきちゃいましたね。そう。突然の。うわー、すーごい。あれ何よ。お魚町なんですよ、今。早く。ああ。おお、魚止め。さあ、やっぱエビが。魚いない。すごいことに気づいた僕は。一人タナジブされてますよ、多分あれ。ちょっと見に行こう。行きますか。はいな。すごい。でっか、網でか、すげえ。すげえ、重いよでも。重いか。うわ、めっちゃ取れとやがすか。なんのえこれ大したことなかったですか。大したことなんのや。おおおお、エビあー、取れた。うわ、すげえ。なんてこった、俺たちのただじむりをただじむを超えられて真横で。なんのこれ、これ取れてないとですか。すげえ。すげえ。魚はあいっぱって今年は入らんの。去年は入ったさ。撮影ショットですけど、こいつは顔映っても大丈夫ですか。夢大丈夫か。わ、めっちゃ撮れてなかった。これでリンクパブぐらいパックありますよ、一撃で。いわゆる中島が言うたおるおる、なんかほら、めっちゃ撮れたよ。なんてこって、こっちがおるやん、ほら。うわ、すごっ。ゴミごと引き作るけど、ほら、めっちゃ撮れたやん、ほら。これもう完璧やろ、これ。すげえ取れてる。どう海ごと取るけど。やった、ワンパック踏んできた。よし、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ですね、すごい量。ゴミも多かけど。5倍ぐらい取れたね。5倍ぐらい取れたよ、一瞬で。さあ、あと2発。よし、あと2発でなんかこう、ちょっとミラクルが。一気に行こうかな。はい、行くわ。はい。頼むぞ、魚、来い。じゃあ来いよ。来い。さあ。いやー、早い、はい、止め、魚止め、止めって、止め、エビはベラ、おー、魚、あんなちっちゃい魚で喜ぶ男たち。魚、2匹入ってる、やった。うわ、ほらエビ増えてない。増えてます。エビも増えましたね。エビも増えとるよね。これは、サッパかな。魚が取れた。あ、魚来た。魚。サッパだね。サッパと何か。それは、あ、コハだ。新子だ。あ、サッパだ。サッパかどっちも。こいつはちょっとちっちゃすぎるな。ね、サッパよ。サッパかよ。サッパをどうやって、こいつもかき揚げの一品、かき揚げの感じ全部入れしまう。ついに魚やりましたね。今からかもしらんばい。はい、しかすっきり。2人で行きますか。2人行こうか。最後2人で。できます。2人であげる。あ、3、そういうことか。1、2、1、2でいくよ。はい、いくよ。いくよ、はい、せーの。1、2、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 
でも早かった早かった、うん、この2人によると体力の消耗も2分の1だからいいかもしれないですね。取れてるものも2分の1ありますか。そうですね。あでもね、やっぱり下げのもう干潮前とかが良かったかもしれない。実は触れとんもん確実にですね。これ一番最初の時よりも取れてんじゃないですか。今日の1回目より、うんうん、さっきのショタルの時が一番取れたと思う。よくやろいいですか、うん、網付け、うん、いただきます。美味しそう。こう網付け美味しいね。これご飯にかけたら最高じゃないですか。あ、塩に残った方がいいな。エビっぽい匂いね、味がありますよね。こう、親父、水筒シャツたまに買ってきちゃうと、パックにやつ今日の超過。あ、結構取れてるやん、ほら。あ、結構取れてるよ、これ、ほら。うわ、よかったやったやった、なんだ、こんだけ取る気十分マジで、やったよ。うんうん、号泣パーがいった。お、やりましたね。やったよ。やりましたね。時給換算するやりましょう。あ、なんかまた新しく野草だったよ。もっとこれが太くなるんですよ。うーん、え、おっ、何やったこれ。あったかな。うわ、
超える。これが一番うまいっす。マジで、はい、こんなでっかいのが潜んでたんすか。エビの味がする美味しいものありましたよ。エビの味がする、はい、結構うまいんですよ。やめようぜ。